どうも、縫い物おうち萌え暮らし小ずらじです。今日なんですけども、縫い物時間の展示会が10月にあって、でそこで販売させていただいた縫い物時間的キーホルダーっていうのの発売を開始させていただきまして、でこのラジオの概要欄のところにも貼っておこうと思うんですけども、で動画でも概要欄にね貼って、おこうと思うんですが、ベースで発売させていただきますので、縫い物時間店にお越しにならなかった方で欲しかったなっていう、そのキーホルダー欲しかったなっていう方いらっしゃいましたら、ぜひぜひチェックしてみてください。今回はですね、10色を、ご用意したんですけども、で、ご注文をいただいてから作る形になるので、ちょっとね、他の、商品とかも作ることがあるので、お時間いただいちゃうかもしれないんですけれども、ご注文いただいたら、丁寧にね、作らせていただこうと思いますので、ぜひぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、このラジオは私、縫い物時間という YouTube チャンネルをやっていまして、そこではただ物を作るだけじゃなくって、作っている時の時間とか、あとはワクワクした気持ちをお伝えさせていただいている小杖と言います。でそんな私が、同じく YouTube、簡単ウクレレ教室ガズレレという、というチャンネルで、音楽聴くの最高だけど、やるのはもっと最高、みんなも自分で音楽やろうよっていうのを、ウクレレの弾き語りを通して発信している旦那さんのガズさんとの暮らしの出来事や、あとは、大好きな縫い物のこと、そしてもう一つ大好きなお家のこと、DIY とか、あとは部屋の模様替えとか、お手入れとか、あと雑貨が大好きなので、雑貨で何か発見したことや面白かったことなどをお話ししている、そんな普通のおしゃべりラジオです。ということで、昨日の夜ぐらいから結構冷えてきまして、で、今日、南信州、今私たちがいるところは、最高気温がね、9度なんですよ。天気予報で見ると。で、何気に、このスマホのね、アプリのところに、前住んでた神奈川のね、天気のところが、こう登録されてるんで、よく東京はどれぐらいかなっていう時にそれと見るんですけども、今日18度って書いてありましたね。なんか18度って、どんな感じだったんだろうって、なんかもう今や思い出せない感じではあるんですが、あったかいんだろうなっていうふうにちょっと思いまして。で、昨日ぐらいから、違うか、今日か、今日のね、朝、もう寒かったから、いよいよセーターを着ようかなって思いまして、で、もう、夏前にね、一回その冬が終わって、全部、洗濯をして、で、もうしまってあったセーターを今日出したんですよ。で、そしたら、ユニクロのね、セーターなんですけども、でもね、一応カシミヤなんですよ。カシミヤのやつをね、買って、で、私、3着ぐらい、そのユニクロのカシミヤのやつを持ってるんですけども、で、かれこれも買ったのがいつかというと、多分6年前ぐらいだと思うんですよね。で、それを毎年、着て、で、季節が終わる時にちゃんと洗濯をして乾かしてしまうんですけど、洗濯に出すんじゃなくて自分で洗濯をするんですよ。で、手洗いじゃなくて、まあ、洗濯機のドライクリーニングみたいな、マークで洗うところあるじゃないですか。で、あれで洗って、で、こう、干して、で、しまうんですけど、なんか、毎年毎年ね、ちょっとずつちょっとずつ若干縮んでる気がするんですよ。こう本当の洗濯洗いで洗わないにしてもなんかちょっとずつ若干縮んでるんですよ。で、もともとね、私ってこうぴったり着るのが好きで、で、そのセーターもまあ S サイズだったんですよ。ユニクロって XS から多分ね、こうあるんだけど、S サイズを買って、で、最初のね、うちはもちろんこういい感じなんだけど、だんだんね、その年々ちっちゃくなっていくから、ちょっとね、最近タイトなんですよ。で、まあでもね、とはいえね、まあこう、入るしいいかって思って、毎年着てるんですけども、で、今年その昨日、今日朝着てみたら、なんかね、
今までは感じたことのないチクチク感を感じまして、なんでだろうと思って、で、その首のあたりが、首のところが、まあ、直接肌に触れるじゃないですか。で、ちなみにそのセーターは丸首なんですよ。丸首で、で、その首のところに触れるのが、今まではカシミヤだからさすがチクチクしないなと思ってたんですけど、やけに今日はね、そのチクチクが気になって、なんだろうなと思って、なんでその、中に着る、インナーというかね、を、こう普通の、ちょっとこう、開いた U のタイプから、それも着つつ、さらにその上に、ちょっとこう普通の T シャツも着てみたりとかして、なるべくこう当たらないようにね、してたんですけども、でも、なんかやってるといいんだけど、ふっと気がつくと、こうなんかこう、かいてこうカリカリしてる感じなんですよ。で、かゆいなっていうか、なんかチクチクするなって思って、で、そのガズさんに、なんか今年はすごい、なんかチクチクが気になるんだけどって話をしたら、じゃあ買い替えればいいじゃんっていうふうに、まあ、言って、だけど、その、ユニクロにね、最近行かれてる方とか、なんか、お気づきかどうかわからないんですけども、その、6年前に流行ってた形、とは明らかに今違うんですよね、洋服が。で、そのパンツにしてもそうだし、その上のね、こう着る洋服にしてもそうなんですけど、今って割と大きいじゃないですか、全体的に。なんか S って言っても、私の中では S じゃない大きさだったりとかして、で、そういうダボっと着る感じのね。で、そのパンツも腰でこうハイウエストで履いてゴムにして、で、こうちょっとダボっと履くみたいな感じが結構主流になってると思うんですよ。で、私はパンツは割と腰履きが好きだったりとかして、なんかちょっとこうサイズ感がね、違うなっていうか、ボディの形か、形がなんか好みが違うなっていうふうに、まあ、思ってたんで、買いたくてもユニクロではもうカシミヤは買えないんですよ。で、実際に、まだ吉祥寺に住んでる頃に、一回ね、買ってみたんですよ。カシミヤの同じシリーズを。なんだけど、全然形が違くって、で、これ実は、この YouTube チャンネルじゃないんですけども、違う YouTube チャンネルをね、当時立ち上げてて、その時に、その、大きさ比べみたいな感じなのをね、自分でしてる動画があるんですよ。で、それが、なんか、そのチャンネルの中でしては一番再生がね、まあ、あったあと動画なんですけども、要は、私が今持ってる、ユニクロのセーターって、こう、袖から、その、ボディにかけて、ちゃんとこう、反ってるんですよね。なんだけど、最近のって、その、バルーンタイプっていうのかな、なんかこう、脇のところがすごい緩くなってる感じなんですよ。なので、それを多分、今、皆さん好んで流行ってきてると思うんですけど、結構ね、私それが苦手で、何が苦手かっていうと、上に重ねる、その、こういう、なんていうの、カーディガンとか、上着とかが、そういうものになってないから、全然収まらないんですよね。そのセーターだけをそういう風にしちゃうと、なんか、外に着るものが、その形になってないから、すごいごわつくっていうかね。なんでも落ち着かないなっていう感じなので、もともと好きなそのタイトな形なものをね、その持ってるから、で、ああもう、なんかこう気持ち悪いみたいな感じになってて、で、あともう一個はね、その、こういうバルーンタイプっていうか、なんかこう、ムササビみたいな、モモンガみたいな感じにこうなってるじゃないですか。で、それを、腕を、こう水平に広げた時はいいんだけど、さらに腕を、こう上に上げた時に、その脇がモモンガみたいになってるから、ボディのところも一緒にこうどんどん上がっていくじゃないですか。で、じゃあボディを下げた時に、そのボディのところはストンって下がってくれればいいかと思うと、下がってないから、また自分でこうキュッキュ直さなきゃいけないっていうね。なんか一連の動きが結構嫌いで、なんかこう自分の動きにこう洋服が釣られていくのが好きじゃないんですよね。で、あともう一個は、なんか、私結構顔が、なんて言ったらいいのかな、こう、角張ってないんですよ。丸いっていうかね、面長っていうか丸いっていうか、幼いっていうかね。だから、どっかに、ちょっとこう、体のどっかに、まあ、多少こう、
タイトな部分もね、がないと、全体的になんかこう、丸ーんってした感じになっちゃうと自分では思ってるんですよ。なので、なんか、その、ボディのね、上のところは、まあ、ある程度タイトに収めておきたいなっていうのがあったりとかして、まあ、いろんなね、こだわりがあるんですけど、だから、最近のその、そういう、ファッションの洋服は、なかなか買えないという感じで、で、大切に着てたんだけど、これがね、チクチクし始めちゃったから、どうしようと思って、まあ、どうでもいい話だと思うんですけど、着地点がまさにないんですが、だから、その、だけど、またこれをユニクロで買っちゃうと意味がないし、だけど田舎だから、どっか買いに行く術もないし、なので結論としては、また東京にね、行った時に、どっかに行って、直接見て、来て、買うしかないなと思ってるんですね。で、持ってるセーターの色は、ネイビーと黒と赤なんですよ。で、赤はもうね、買わなくていいかなと思って。クリスマスのガズレレのイベントの時に、まあ、着る時しかないから、それはそれの時に着ようかなと思っていて、だけど、ネイビーと黒はやっぱり必須なんですよね。こう、ベーシックなファッションとしては必須でございまして、あと動画を撮る時も、やっぱりね、白とかよりも、濃い色の方が、なんかね、全体が飛ばなくってね、いいんですよ。なんで、そういうこともあって、黒とネイビーのカーとセーターは必須でございまして、なおかつ、私に関しては、今、丸首なんですよね。なんで、まあ、それを探しに、東京に、またどっか、いつか行くのかな、みたいな感じで思ってるんですよね。11月の段階でそれが分かってれば、ガズレレイベントの時にでも終わってから見たらよかったかなって思ったんだけど、まあ時遅しという感じで、なんでそれまで売り切れないで残ってるといいななんて思いながら、今日そんな風にね思った次第でございます。で、ガズさんから言うと、小杖さんのサイズはそれぴったりすぎるよっていう風に言って、今時じゃないよっていう風にね言われて、で、今回ね、今これ着てる動画では、まあ、見ていただけると思うんですけど、これをね、今回、ガズ旅で実は買ったんですよ。で、これ何かというと、モンベルの、カーディガンなんですけど、ちょっとこう、あったかい感じのカーディガンで、でね、これ M サイズなんですよ。で、S サイズもあったの。で、最初もちろん S サイズを着て、で、こう着るんだけど、私的には、こう、締めていつも着たいから、ピタッとしたね、感じで着ようと思ってたら、ガズさんが、ない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 って言って、嘘でしょって言って、で、こっちって言って M を渡されて、で、その M を着たんですけども、だって中になんか着るんでしょっていうふうに言われて、確かにそうだなっていうふうに思って、で、M 着たら、最初なんかね、なんかすごい、なんていうのかな、洋服に着られてるみたいな感じのね、なんかふうに思ったんだけど、なんかいろいろこう見ていくうちに、何回かこうね、着てなんかやってるうちに、なんか、これでもいいかなっていうふうに思ってきて、で、しまいには、じゃあ L 着てみなよっていうふうになって、L はない、絶対ないとかって言ったんですけど、その、L をね、着たんですよ。で、L が、このグレーがなくって、ブラウンしかなかったんですよ。で、ブラウンも L もないわっていうふうに、その時は思ったんだけど、実際ね、着てみたらね、あれみたいな、なんか、やっぱその、そう思ったらなんか、あれみたいなね、なんか、L も悪くないな、みたいな。なんかで、肩がね、なんかこの同じ表記が S とか M とか L でも、肩のその幅が、こう実際そのメーカーによって違うじゃないですか。で、分かった私ね、肩が収まりが悪いと結構嫌いなんですよ。肩が切られちゃってる感じになると、もうどんなにデザイン可愛くってもうないわっていうふうに思うんだけど、で、この今回のこの、モンベルはね、S が肩が結構ね、きつかった。ワイドはいいんだけどね、きつくて。で、M 着たら、あ、なんか肩がしっくり着てるから、ワイドはちょっとね、なんか何枚か着ても良さそうだなと思って、今回 M にしたんですよ。で、L もそんなにね、肩が違和感なくって、なんかを着て、ちょっと外に出る時用の上着だったら、それでもいいかな、みたいな、車で移動するし、みたいな感じで、全然関係ないんですけど、結果、2着買っちゃいました。全然ミニマリストじゃないんですけど、みたいな感じで。だから今回、そうですよ。カーディガンじゃなくて、セーターも2枚、でもな、やっぱ黒とネイビーは必要なんです。
だからそんな感じで今ねめちゃめちゃ悩んでる、そういう衣替えの季節でございます。ミニマリストはどこへ行くみたいな感じですけど、という感じで皆さんも、もう急にね寒くなってきてセーター必要ってなった時に困らないように、あの事前にあのこうねチクチク度をチェックしてみるのがいいんじゃないかななんて思いました。ということで今日は水曜日禁酒3日目でございまして、結構ね快調でございます。あの終わったらまたご報告しようと思いますので、楽しみにしていてください。ということで皆さんもここは寒いですけど、なんか東京はまだ暖かいらしいので、素敵な、あとねいろんなこう全国どんなのかわかんないけど、やっぱ暖かいといいなというちょっと思いますが、でもここはいいところということで、皆さんも素敵な、週の真ん中をお過ごしください。こずらじでした。ありがとうございました。